時時刻は10時を回りました。この時間は、技能インフォメーションをお届けします。技能インフォメーションは、宜野湾市の生活に役立つ情報を、司法宜野湾からお伝えいたします。この時間は、宜野湾市の提供でお送りいたします。 はじめに健康福祉コーナーのコーナーです。平成27年度技能安市健康づくり推進募集のご案内です。自分の健康や健康づくりに学び、その内容をより身近な人や地域の方々へ広く推進する健康づくり推進員を募集しています。対象は20歳以上の 65歳以下の儀能湾市民。運動制限がない方。市が実施する儀能湾市健康づくり推進育成講座を受講し、その後健康づくり推進として活動できる方。募集期間は平成28年1月4日から。 1>, 1月28日までです活動内容は、健康に関する自主的な地域活動です市の健康教育事業や健康づくり事業集団検診の補助各種健康教育の案内毎月定例会への出席などです 健康づくり推進育成講座日程は、開設期間、平成28年2月1日から3月14日、2月8日を除く毎週月曜日、全6回です。場所は14時から、失礼しました。時間は14時から16時。場所は健康相談センター。問い合わせは、 健康増進課、保健相談センター898-5583までお問い合わせください。続いて、つなぐ、地域をつなぐ、世代をつなぐのご案内です。健康づくり活動を通して地域のつながり、人と人のつながりを深めよう。地域に暮らす、 人と人とが交流を深め、心をつなぎ合えば、世代を超えた大きな輪が出来上がります。つなぐは減塩と、あと一皿野菜の復旧をテーマに、生活習慣病予防等についての講話、料理講習を通して学び、地域の健康づくりを上手につなぐリーダー講習会です。 みんなで一緒になって健康づくりに取り組んでみませんか日時は平成28年2月3日、5日、10時から13時です。場所は岐野湾市保健相談センター調理室。対象は市内在住の40歳から70歳まで。2日間の日程に参加できる方。 参加料は500円。申し込み期間が平成28年1月5日から1月22日。電話または保健相談センター窓口にて受付です。問い合わせは健康増進課保健相談センター898-5583までお問い合わせください。続いて、ゅ中広場。 65歳以上の方に健康づくり教室を開催しております。肩こり、失痛などでお困りの方、専門のスタッフと一緒に自宅でできる体操を用いて、正しい姿勢を学び、痛みの緩和や予防を図ります。日程は毎週金曜日、10時から12時、9時受付開始です。場所は、 老人福祉センター。受講料は無料。問い合わせは、介護長寿課89、893-4411、893-4411、内線206までお問い合わせください。続いて、出前健康講座、保健師、栄養士、運動指導士が、 皆様のところへ伺い、健康づくりのための講座を行います。地域の集まりや職場、サークル活動の勉強会などにぜひご活用ください。健康に興味のある方大歓迎です。日時は平成28年3月31日まで。場所はグループにて確保。代償は 運動制限のない市内在住または在勤の方人数は要相談です受講料は無料申し込み方法は下記のメニューから選択し電話または窓口にて受付要約制となっております生活習慣病予防と食事バランス 肥満解消とながら運動。メタボリックシンドロームの予防解消。簡単筋肉トレーニングパワーアップ。複数選択回数を分けて受講もできますのでお気軽にご相談ください。申し込み期間は希望する日の1ヶ月前までです。問い合わせは健康増進課、保健相談センター、 898-5583までお問い合わせください。続いて、ウォーキングデーのご案内です。ウォーキングをしてみたい。一人ではなかなか続かない。今年こそはダイエットと思っているあなた。私たち健康づくり推進員と一緒に楽しくウォーキングをしませんか毎月、第2、第4月曜日9時から、 平成28年1月は、平成28年1月25日予定。1月11日は成人,成人の日のためお休みです。都合により日程変更が生じる場合もあります。集合場所は、憩いの市民パーク管理事務所前、あずまや。対象は、市内在住の 運動制限のない方。内容は、ストレッチ、チュラ眼銃体操、公園周囲1時間程度のウォーキング、帽子、飲み物をご持参してください。問い合わせは、健康増進課保健相談センター、898-5583までお問い合わせください。続いて、人間ドック、がん検診、 乳がん検診、宮頸経がん検診のご案内です。期間は1ヶ月、失礼しました。期間は1月末までです。人間ドック、特定検診、がん検診、その他、ドックを受診した場合、特定検診、がん検診を再検診することはできません。がん検診、 便線血、胸部レントゲンなどの検査です。医療機関または集団検診へ要約しましょう。子宮腱癌、20歳から40歳代に多い癌で、子宮頸癌や、失礼しました、子宮頸部をヘラやブラシでこすり、細胞を調べます。竜眼検診、40歳から 50歳代に多い、e、がんで、乳房を挟んでレントゲン、レントゲン撮影するマンモグラフィー検診です。少なくても2年に1回は、子宮頸がん、乳がん検診を受けましょう。問い合わせは、健康増進課8985583までお問い合わせください。続いて、平成28年。 4月1日より、子供医療費助成の通院、外来、対象年齢を拡大します。子供医療費助成の通院対象年齢を、平成28年4月1日より、小学校就学前から、小学校卒業、12歳に達した日以降の最初の3月31日まで拡大します。 小学校1年生からは1人1ヶ月1医療機関につき1000円の自己負担があります。入院につきましてはこれまで通り中学校卒業までとなっております。子供医療費助成金受給資格者証は更新手続き期間12月1日から平成28年1月29日 場所は市役所2階大ホール。必要なものはお子さんの健康保険証、保護者の貯金通帳、印鑑。11月中旬頃に対象の子供の住所地に更新手続きの案内通知を送付しております。問い合わせは児童家庭科893-4411内線 三四二までお問い合わせください。続いて、年末年始のごみ収集についてのご案内です。年末の大掃除はお早めに。ごみの収集日は地域によって異なります。年末は十二月三十一日まで。年始は一月四日からとなっております。粗大ごみの受付は。 年末は12月28日まで。年始は1月4日からとなっております。粗大ごみは受付制です。通常回収が行われるまで2週間程度かか,か,かります。問い合わせは環境対策課粗大ごみ受付専用893-4140 8 9 3 4 1 4でまでお問い合わせください。続いて、平成28年消防出初め式のご案内です。日時は平成28年1月6日水曜日。14時から16時。場所は市消防本部裏駐車場。内容は特別点検。 定時訓練。悪天候の場合は、式典のみ、消防本部2階にて行います。問い合わせは、消防本部総務課89、8922299までお問い合わせください。続いて、市役所、各公共施設の年末年始業務についてのご案内です。 各公共施設の年末年始休みは、市役所は12月29日から1月3日、市民図書館は12月29日から1月5日、私立博物館は12月29日から1月3日となっております。ジノンインフォメーション、以上この時間は、宜野湾市の提供でお送りいたしました。